そう、己が貴様を呼び寄せたのだよ、クリストファー・バルゼライ。見ての通り、この場を動けずとも、その程度なら己にとって造作ない。地上の動きを見守り、我が意志を代行しうる候補者を選び出すこともまた。そしてそれはついに見つかった。お前はまさしく怪物だ。その結出した才と力によって一つ手を貸してほしい。候補者？代行だと？ああ、代行者だ。この壊れた世界をあるべき姿に修復する大業の名。それは何だ？言ってみろ。天を下ろすのだよ。己はそのために生まれ、今もこうして存在するのだ。神歴の人間がアマテラスと呼び、次元にうがたれた宇宙の穴と認識しているあの光、あれこそまさに天の岩戸でな。彼方、あるいは太陽そのものこそ我が故郷ヤマトが今も存在するのだ。世界の得意点として、我が使命は構築された神の機関、我が創造主たる神の民を世界の王とするためにある。己ではなく主のために。そう、信じるべき未来のために。その暁には地上にあまねく一切合切、神の支配へ捧げるのみ。すべてをしっかり組み込む。この家具土がそれをなす。いいや、勝つのは俺だ。そこは譲れん。復活せし神の技術的遺産、そのすべては我が帝国アドラーが独占させてもらうとしよう。この国、そして民こそがクリストファー・バルゼライドの血と骨ゆえに、貴様こそは服従するなら世界に居場所を与えてやるが。面白い。
はて、どの面下げて戻ってこれたのでしょうか。この常習犯の負け犬は。せいや、せいやと、せいやだとふ。せいや、せいやと、せいやだとふ。お姉様の慈悲と尽力がなければ、今頃とっくに墓の下でありましょうに。三個の礼でようやく腰を上げるなどと、古の天才軍師にしか許されぬ傲慢な所業。何様ですか？死にますか？ああ、むしろ、虚勢するのが良いでしょうかね。信用されねえな。仕方ないけど。崩れるのは一瞬で、気づくには手間ですのよ。もっとも、私は認めませんが。まあ、そういじめてやるな。ようやく見違えたのだから。以前に比べれば、少しはマシな顔になっているだろう。これからの働きで見てやるといい。確かに。負け犬から負け狼になった程度は認めますが。ねえねえ、ベティちゃん、あれってもしかしてそういうこと？打剣に組み敷かれた新たな犠牲者が誕生ね。さあ、ノビ、一緒に不潔と罵る準備をしましょうか。ノー、そうだろう、ゼファー。遠慮しなくていいのだぞ。もっと普段から素直になれ。いやもう今でも十分自由に生きているんだが。遠慮しているではないか。ほら来い、毛づくろいでもしてやろうか。ん？おのれ陰獣が、よくもお姉様の純潔を。そのあたりのツケも含めて出戻りの試練は当然か。さしずめ針のむしろか。それもいいね、燃えるね。再起した男を待つのは逆境ってやつだ。にしてもだ、こう暇なのはどうにかならんか。せっかく始まったドンパチなんだぜ。モグラをやっててどうするよ。あとはもう手当たり次第、景気のいいどつき合いのガチンコ勝負としゃれ込もうや。こんな穴蔵に何日もこもってるのは性に合わんし。まあ何より、連中がもう一度投入されれば全ては同じか。分かってんじゃねえの。ならいっそ博打ってのも手じゃねえか。却下だ。勝ったとしても犠牲がでけえよ。割に合わんだな。スラムの喧嘩と一緒にするんじゃねえ。マジの戦争ってのは長範博打は避けるんだよ。必ず勝つためだけにやる。Thank you.
つうかお前の立場こそ謎だ。おっちゃんの手勢ってことは分かったが、わざわざ組織に所属するタイプじゃねえだろ。そりゃお前、弱きを助け強きをくじくさすらいの剣士ってやつだからよ。燃えるだろう。ぜひとも神聖なき救世主とでも呼んでくれや。兄さん、もう一度例の測定をやってみるからこっちに来て。ああ、一応やっといた方がいいな。やっぱり何も見えないか？うん、やっぱり普通のやり方じゃアストラルの波長にシンクロ自体できないみたい。もちろんベディちゃんは武器なんかじゃないから当然だけど、うまく表現できないけど、本当に二人の世界というかアストラルの流れが兄さんとベディちゃんとの間だけ閉じたまま完結している感じ。私の力だと外部からの観測すら無理みたい。軍にある専用の機器や特定の状況、あるいは通常のアダマンタイト以上となる官能特性を持った合金ならなんとかできるかもしれないかな。気にすることはないわ、ミリー。この力は未来永劫ゼファーを裏切ることだけは絶対にない。それだけは今の私でも約束できるから。そうだな。仕組みを解き明かすことはできずとも力は力だ。それにふさわしい使い手がいればいい。その力でなすべきことを見つけた者がいればよかろう。有効に振るえよ、オーガナ。ええ、そういうことね。だからあなたはきっと大丈夫よ、ゼファ。黄泉から響く歌声はいつまでも背を引かれ続けていいものじゃないわ。愛想を尽かされないよう必死になって吠えなさい。なあ、おい。お前らかよ、よりによって。はいはい、皆さんお待たせしました。こいつらはもともと裏で俺とは違う命令系統に属していてな、協力関係にはあるが厳密にはレジスタンス所属じゃないんだ。はい、今はランスロー中将の指揮下で働いています。
よし、ならば行くのみか。アルバート殿、市内各所の同胞に一斉蜂起の連絡を。第七特務部隊ライブラ、総員警中。我らは今や逆賊だ。この戦いに敗れれば、天下の大罪人として末代までの汚名を着ることになろう。にもかかわらず、離脱者もなく私についてきてくれたこと、改めてここに感謝する。目標、セントラル総統府、クリストファー・バルゼライドの首を取るぞ。待ってくれ、様子がおかしい。別動隊の仲間たちに連絡がつかない。何かトラブルが起こったのは間違いないようだが。おい、ティナとチセはどこへ行った？この場所はまずい。今すぐに移動するぞ。別動隊連中の拠点もこの分じゃとっくに制圧済みってところか。つまり味方はどこからも来やしねってわけだ。孤立無援か、そりゃいい。その通りだ。帝都の夜に逆都の狼煙は上がらない。降伏しろ、千歳。お前を待つのは軍事法廷の裁きだけだ。貴様もだ。元ジェミニ隊長アルバート・ロデン。仮にもあの方の竹馬の友でありながら、部族人民ともに見下げ果てた逆賊めが、友たる身でなぜ閣下に背き弓を引くか。覇者を知れ。まあ軍人としてはおっしゃる通り落第だわな。ただし人間としては間違ってると思っちゃいねえぜ。俺は奴の太刀として当たり前のことをやっているだけだ。というよりわからねえのか、お嬢さん。あいつの光は眩しいからな。何？寄り添う人間じゃなくて止めてやれる奴が必要だってことさ。英雄は決して止まらない。はあ、きっとそうなんだろうよ。バカバカしい。そんなものに憧れちまった過去がまさしく俺の罪なんだよ。だからこそ、そんなものになっちまう前のスラムで共に過ごしていた同郷として止めてやるしかないだろう。あの頃の薄汚れた原骨でな。昔のあいつを知っているのはもう俺しかいなくなっちまった。こいつは俺の義務なんだよ。まあそのためにも生き延びねえとな。
逆賊の世まいごと、敗者の支離滅裂な政党か。所詮そんなものでしかなかろう。貴様らの大義とは。笑わせてくれ。光を排して何が悪い。千歳、大義があるなら吠えてみろ。偉大なる総統閣下に対しそんなものがあるならば。さて、あるのやらないのやら。どれだけ声高に訴えたところで、英雄を報じる者には馬耳豆腐。彼に誤するだけの義など欠片も備えぬ悪人としてしか映らない。そうだな、信じたい者だけを信じるのが人間だ。ならばそれでいいよ、葵。正しくなくとも構わない。それにとらわれて苦しむのはついこの前でやめたのさ。まあほら、あれだ。私もお前も男の趣味は等しく悪いのかもしれんが、思いが成就すると悪くないぞ。世界を素直に感じられる。それだけで私はどんな敵とも戦えるんだ。自分より圧倒的に正しい相手を前にしても意志を貫くことができる。むしろお前こそいつまで正当性がどうだのと言い訳を重ねているんだ。さっさと女になるがいい。そこまで落ちたか、恥さらしが。国家の法を栄光を女の身の丈で測るなど。貴様は仮にも忘れてはいないさ。だからこそアストレアの名にかけて英雄の化けの皮を剥がしに行く。己が道を誤ったのなら私がこの手で裁きを下そう。それが奴と交わした約束だからな。熟成し整理され、あとは聖戦へと運ばれるのみ。さあ、地獄の窯は開いたぞ。皆々様よ、死ぬる覚悟はよろしいか。こいつは俺が片付ける。誰も手を出すな。
チリ品だな。どうしたよオルフェウス、一体何を悩んでいる。いざ勇み足を踏んだものの、土壇場じゃどうにも地金が出ちまうようだが、それじゃあ少々いかんだろう。英雄様も落胆するぞ。出足が鈍い、踏み込みが足りない、大きく賭けを張っても来ない。ありていに言って強敵相手に勝ちを狙う戦い方じゃないときた。喧嘩を売ったにもかかわらず、あとはひたすら逃げの一手。援軍待ちならそれも立派な戦術だが、どうやらそうでもないようだ。分かりきってるよな。機械じゃねえんだ。理屈で分かってても正しくても、いきなりそんな風になれるはずもなく。けどな、だからってもう逃げるわけにはいかねえんだよ。
し。結合分解。いやはや何とも恐れ入ったよ。まるで英雄のようだ。見とれてしまう。初心者みたいなものではあるが、これでなかなか道に行っているじゃないか。立派だな。しかし気づいているか、今のお前さんは自分自身で否定したものになりかけてるっていうことを。そうさ、負け犬である本質を置き去りに、強者という虚飾になろうと必死にあがいて無理をしている。いや、それ自体は素晴らしいことだ。俺の持論通りであり、そこについては何もねえ。個人的には褒めもしたい。だがしかし、お前の宿命的にはどうなんだ。俺の後にはそいつの本家本元と必ずやり合う羽目になる。熟練と付け焼きだ。どちらに軍配が上がるというなら、それは。黙れ。虚飾だなんだと煽るほど、その実お前がそれを嫌がってるのが見えてくるんだよ。お前の苦手はなんせそういうやつなんだからな。俺にそうなってもらっちゃ都合が悪いんだろう。だから言葉巧みに刺激して、俺を本来のスタイルに戻そうとしているんじゃねえか。関係あるか。俺がただそうしたいからやっているだけだ。もういい。分かった。お前はとにかく邪魔なんだよ。うだうだと御託を並べて、結局最後は俺を惑わし傷つける。そんな奴につきまとわれるのは鬱陶しくて腹立たしい。いい加減にケリをつけるぜ。ここで必ず死んでもらう。お前とは徹底して相性が悪いな。どうにも可愛げがなさすぎる。だがまあ、これですっきりしたい。ここからは俺もやりたいようにやらせてもらおう。
戦勝せよ我が守護神鋼の炎を掲げるがため。死が満ちる、死を満たせ、死を杯へと注ぐんだ。狂乱と破壊と炎と災いで見渡す荒野を真紅に染める。聖堂の鎧をまとえ、両手は槍を携え、戦車へ騎乗し突撃すれば敵兵は物見な等しくドクロの山となり果てようぞ。おお、かぐわしきから人肉の油が燃える、打ち震えるから無意味で無情な流血よ。ただ理不尽に散りゆく命、これぞ戦の誉れなり。野獣のごとき蹂躙だけがこの身を至福へ誘うのだ。城壁の破壊者は太平をこそ打ち砕く。ひたすらに、実直に、ただ純粋に殺して、バラして、壊してやりたいだけなんだからな。神の国ヤマトこそ我らが全て。恐れを忘れた神歴の民はヤマトの残した御心に従うべし。おい、聖教国の犬まで紛れ込んでいましたか。ならば遠慮は無用。滅び去った亡国のもとへ送り届けて差し上げましょうか。悔い改めに歪んだ世界の罪人は祈りが足りぬ、信仰が足りぬ、
神と広告を恐れるべし。これだから狂信者というのは。困りますわね、言葉が通じないのは。風と散るか、雷撃により昇天するか、さあ選べ。我が武名を恐れるならば直ちに武装を解いて基準せよ。恐れぬならば来るがいい。大将首はここにある。そしてを盲目的に仰ぐのならば我が敵として死ぬがいい。あしら地獄で待っている。いずれそちらでもう一度殺してやる。三平、遊撃戦展開。建物間を移動しながら榴弾並びに火炎瓶を敵陣から敵車両へ逐次投擲。俺たちの装備は弱い。無理はせずに味方のエスペラントを支援しつつ撹乱に徹しろ。体制は決した。降伏しろ葵。なるほど。もはやここまで。おそらく決まっていたのだ。我々が敗北することが口減らしだったのか。これもまた何かの一手ということだ。ならばこそ後腹だと。閣下の見ているものを
お前が理解しているということか。そうとか。古文を。なぶるな千歳、劉州の恥ずかしめに甘んじる私と思うか。思わんよ、なぶる気もない。ただあの男の真実を知らぬまま忠義を抱いて殉じていくのが本当にお前の望んだことなのか。総統バルゼライドには秘密がある。我々も帝国人民に長きにわたって隠し続けた重大な真実がな。いつものように反芻はしないか。やはり薄々とは感じていたわけだ。ならばそれを明らかにしようじゃないか。私たちがやるべきことはその一つだけだ。私の単なる勘違いなら首でも何でも好きに持っていくがいい。何よりお前が死ねば国のためにならん。これでも故国のために動いているのは決して嘘じゃないのだからな。知っているとも。だからなおさら気に入らんのだ。なるほど、それは悪かった。素晴らしい。
素晴らしい体になっているじゃないか。こいつ、運命とやらを信じてみてもいいとさえ思ったぞ。大いなるおぼし召しというやつをな。最初はこうだった。聖教国が送り込んだ最新鋭の人間兵、帝国を滅ぼす恐るべき無機質な破滅の使徒。おお、なんと恐ろしいや。その次はおそらくこうだ。破壊と力に酔いしれた戦闘狂、残忍で好戦的で、しかし闘争の美学を有し、一本筋の通った恍惚感。そして次には運命に対する忠実な使徒、悪鬼に見せかけ聖戦の追払いを務める試金石。そんなところじゃなかった。まあ当然だな。つまりはその策もこそが物語という虚飾。人間が信じたがい、見たがる者の正体だ。経験上から断言するが、これを嫌う人間はそういない。誰も彼もが求めているんだ。より劇的で、より意味ありげで、よりどこかで見たような安心できる嘘っぱちをよ。人間というのは物事に意味や理由がないと不安になるの。突き詰めていけば、それはなぜ自分が生まれ生きているのかということにもつながるからだ。だから求める。不安から目をそらすため、きっとそうだろうという憶測や裏付けを、もはやそれは絶対の願望と言っている。よって俺はそれを期待に応えて供給し続けるエンターテイナーなのさ。本質をむき出せばそれだけのものでしかない。しかし人はそこに虚飾を乗せるのが好きで好きでたまらないんだよ。贅肉だらけの武男に殴られたら怒るくせに、二目麗しい少女に蹴られたらまんざらでもないんだろう。どちらも暴力には変わらんのにな。語るも辛い過去があってな、とか告白しだしたらどう。あるいは死んだあいつと約束したんだとか、それっぽい決意を示したら、本当はやりたくない、仕方なかったとか、不可抗力に訴えるパターンもあったかね。皆のためにあいつは守る、報いるために慈悲の死を。なあ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 、どれがいい。そういう意味や理由があれば殺人もまたやむなしと。程度の差こそあれ、思うやからは多いだろう。間違いなくこういうのは心を揺さぶり共感を呼ぶ。重ねて言うが本質は同じだ。
結局最後はこうしてる。だがお前ら物語の有無で差別もすれば悲劇もするのさ。不幸な過去や切実な理由、そういう虚飾が乗るならば心の中で殺人許可証を発行しているんだよ。情状酌量。殺された人間に聞いてみるんだな。相手は悲しい老いたちだから仕方ないんです。無垢な少女だから許してくださいってな。強いか、かっこいいか、揺るがぬ不動の信念とやらを、それっぽい口調のどこかで勝手に描いて妄想してたか。あるわけねえだろそんなもの。お前らの大好きな物語の英雄と何も変わらん。最後は結局殺すんだ。その時に神妙な顔をしていればいいんだろう。大きな何かに巻き込まれて死んだということにすればいい。だからそうだ、俺にもくれよ愛しい殺人許可証を。強くてかっこよくて信念があればいいんだろう。大義のためなら大量殺戮も正当化されるんだろうが。それじゃ決まれよ兄ちゃん。男の決着しかと見せてもらおうか。誰も手を出さないでくれ。こいつは俺が片付ける。ホラ吹きのお前が並べた五択もどれかはきっと真実なんだろうが、どうだろうと構わない。俺が明日を生きるため、邪魔なお前は殺して捨てると決めている。ただそれだけだ。あくまで虚飾なし、身も蓋もない本音の一本へ。裏表逆の道を歩いてきたくせに奇妙なほどにそっくりなんだな。お前はここに来てあの男に似てきたんじゃない。実は元から同じようなものだったんじゃないのか。いざ昇乱あれ。高間ヶ原の西王よ、転生するは日の陰土。それっぽい大嘘はもう十分なんだよ。
どうしたオルフェウス、さっきまでの方がマシだったのはどういうわけだ。やはり英雄の立ち筋など柄ではないと背を向けたか。心配するなよ、すぐに聞こえてくるさ。見せてもらったよ、ゼファ。勇壮で冷静で何よりも傷つくことを恐れない。明らかに昔以上だ。お前はやはり怖い怖い人狼なのだな。気がついたら全部夢だったってことじゃなければいいわな。やっと気がついたか、ゼファ。丸半日ぐっすり眠っていたよ。体は大丈夫？兄さん。ああ、ダメージってよりは普通に疲れが出たって感じだから、もうすっきりだ。ならお腹空いたでしょ。ポトフを仕込んであるから温めて食べて。
それじゃあ行きましょう、ベティちゃん。今から？どこ行くんだ？お師匠のところへ挨拶とお詫びに。ほら、何せ急な話で不義理をして出ていくことになっちゃったでしょ。再入門を許してくれるかどうかはわからないけど、一応ね。もうすぐ暗くなるぜ。外を出歩いて大丈夫か？戦闘はもう昨夜から発生していない。交通封鎖などは各所であるだろうが、それ以外の影響は市民生活に出ていないはずだ。つまり我々と表向き縁を切れば大丈夫ということになる。それじゃあミリー、行きましょう。チトセ、ジェファーをよろしくね。しっかり気を使われてしまったか、あの二人には。ああ、そういうこと。しかし、これはあれか、可愛くて気の利く妹が一度に二人もできたということに。悪くないが、どうしたものか。ゼファ？ああ、なんでもない。ちょいと寝ぼけてたわ。では、そろそろ状況を簡潔に報告しておこう。昨夜の戦闘でアリエスは降伏、指揮官である葵さざ波アマツの身柄も確保した。とは言っても拘束するつもりはない。あれはおそらく最後まで私に付き合うつもりだろうからな。奴の元まで連れて行く。英雄の心眼か。結果がどうあれ向き合わせはするべきだ。私がそれを望むというのに、あいつだけ機会を取り上げるのはどうもな。なんだかんだ言ってもいとこだから、血のつながりは信用できるってか。いや、どちらかというと同じ女としての信用かな。もちろん能力それ自体も信頼しているが、エスペラントとしてのあいつの進化はそういうものだ。とりあえず帝都防衛軍であるところの第一近衛は頭をかいた状態で、セントラルまでの道を塞ぐ大きな障害はないってことだな。魔聖の一体は倒され、戦力比も傾いた。まあイブの霊があるし、他にも人型の個体がいる可能性は十分あるが、だとすればなお敵が陣容を整え直す猶予を与えるわけにはいくまい。何よりジェミニが総統側についている以上、何らかの撹乱工作を用意してくる可能性が高い。基本的に時間は敵へ味方するだろう。なるほど。じゃあ今夜すぐにでも仕掛けるか。そう言いたいところだが、さすがに部隊の再編が間に合わない。決戦は最短で明日の日没後になるな。了解。じゃあ今のうちにお互いの本命を決めておくか。未確認の魔聖はともかく、確定している残りの強敵はウラヌス、そして最後の一人だな。つまり
俺とお前のどっちがバルゼライドを取るかって話になる。そうか、どちらが取るときたか。ああ、いや、すまん、あまりに単刀直入だったもので。あ、うん、わかるわかる、俺ってそういうキャラじゃなかったもんな。けどようやく実感してきてな。自虐癖ちょっとどうにかなるかもしれないぜ。まあそれよりもだ、やつら魔性というものについてどうも解せないことがあるとは思わないか。あれらが帝国製だというのはいいとしよう。おそらくそこにバルゼライドが関わっているのもそうだ。しかし技術それ自体、根幹はどこから来たのだ。そりゃアクエリアスじゃねえのか。ではアクエリアスはどうやって、あるいは誰からそれを得た。魔性が登場する前のエスペラントの出現にしてもそうだ。アクエリアスが解析した技術をバルゼライドが我が身をもって被験し体現した。この前提自体がそもそも信用できなくなっている。仮に全ての順番が逆であったとしても何もおかしくないほど信憑性が脆弱だろう。逆ね。そう、例えば最初から逆にバルゼライドが手に入れた技術遺産を解析するためアクエリアスの暗部を立ち上げたとか、あるいはエスペラントが登場するより早くすでに魔性が存在していたのだとかな。そんな突拍子もない憶測でさえありえないと否定できる根拠が何もない。いや、むしろそう考えた方が辻褄が合う。だがそうだとすればさらに解せないことが出てくるわけだ。やはり最初が最大の謎なんだよ。バルゼライドがエスペラントなり魔性なりの技術を見出したということ、それ自体がな。奴は軍人であって研究者じゃない。けどそれが誰が見ても将来素晴らしいものを生み出せそうな技術だったとしたら、そこに羊は関係ないんじゃないのか。あれがそういう夢を得ようとする類の男か。となると英雄の先にまだ何かがあるってことになるな。私はそう見ている。それに魔性を製造可能な技術があるならベンデッタもやつによって作られたということだ。これもおかしい。作れるのならば代わりも用意できるということじゃないのか。何せまた作ればいいだけの話なのだから。なのになぜ奴は目覚めなかった一個体に執着する。まあその件を考えるのは千歳に一任するよ。俺にはどうも心領遠望の世界は向いてない。その代わり俺がお前の牙になる。何が来ようと女神の敵なら噛み砕く。誓うよ、俺はもう逃げない。そうか、嬉しいぞ、ゼファ。
そういや、はっきり言ってなかったかもな。俺もお前のことが好きだよ、千歳。もう二度と失わねえし離さない。全部責任取ってみせる。そんなに好きな女の目をえぐるか？普通は。ちょ、おま、それここで言うなよ。へこむわ。根に持ってないんじゃなかったっけ？もちろん恨んでなんかはいないぞ。ただ納得がいかんというか、遠回りしたというか、そうは言われても目を失った女はどうとか、綺麗じゃないと思われたらというか、ああもうわからん。なんだこの感覚は。どうしてくれるんだこのゼファーめ。お前はどこまでゼファーなんだ。このゼファー、ゼファー。昔も今もお前は綺麗だ。俺の気持ちを疑いたくなったら、この先何度でも同じことを聞いてくれ。答えは何も変わらねえよ。俺がつけたその傷も二人の歩んできた歴史だろ。どれだけ辛く痛ましかろうが、否定なんかできるかよ。まして醜いはずあるか。強さ、凛々しさ、かっこよさ、隠した弱さに、そのうぶさ、全部まとめて大好きだ。まあそんなわけで、もうじらすのはやめてくれよな。頑張ったご褒美ってことでいいな。おういいぞ。むさぼるがいい、狼よ。ごめん、ちょい待ち、タンマ。やっぱ、無理。せいや、せいやと、せいやだとふ。せいや、せいやと、せいやだとふ。せいや、せいやと、せいやだとふ。お前な。せいや、せいやと、すまん、本気で面目ない。なんか内臓、思ったよりも超痛いんだわ。やれやれ、まあいいだろう。不思議とそんな締まらなさこそお前らしいという気もするし。よし、ならば。うん、ほら、優しく消毒してやるぞ。この程度の傷、唾でもつければ治るだろう。可愛い部下にはたっぷり報いてやらないとな。うん、うん、うん、ご、うん、猫かよ。つうかこらこら、歯型つけるな。聞こえないな。なんせ
こっちがお前の飼い主なのだから、おとなしくこのまま私の鰹節にでもなるがいい。にゃーん。まったく、これだけ女が誘っているのに手を出せんとは。どうやらよほどあの時無理をしていたらしいな。似合わない痩せ我慢などするからだぞ。しゃあねえだろ、気合の入れどころだと思ったんだよ。何よりほれ、結果としては大金星じゃん。ならますますだ。後のことも考えてお楽しみの体力くらい残しておかんか、このバカ者め。無茶言うなっつうの。よく見るとお前の体はいろんな傷跡だらけだな。ここやここも切り傷、刺し傷、擦過傷っと。そりゃ当然どこかの相棒さんに昔は散々しごかれたしよ。主に模擬戦とか模擬戦とか新技の実験台とか、その他もろもろありとあらゆる手合わせで、数えてみりゃ一体何度お前とシフから飽きもせずボッコボコにされたんだろうな。手加減とかどっちもまるでしてくれねえし、あの時期から今の関係だったらな。それなら少しはお前も手心を加えてくれたりしたのかね。シフは絶対無理だろうけど。さてどうだか、案外逆に危機として切り刻んでいたかもしれんぞ。あの時私はまだまだ心が青くてな。所有員の代わりについぐさぐさと傷跡増やしていたと思う。奴隷に焼きごて使う発想じゃないですか。やだ。冗談だよ、安心しろゼファー。あまりに厳しくやりすぎるとお前は逃げてしまうからな。もう一度あの後悔をするのはごめんだ。これでも学んだつもりだから、心置きなく甘えてくれていいんだぞ。私もそうする。なのでソラ、今は優しく甘噛みで。あん、うん、どうだ、これならいいだろう。お前も私も共に幸せ。つまりはこれぞ一挙両得というものだ。誰が見ても一目で私の狼なのだとわかるように、うん、こう引けコリコリ噛んでやろガオ。なるほどね、そいつはなかなか悪くないだろう。安心しろって、もう俺はどこにも一人じゃ行かねえよ。よろしい、それなら褒美に好きなだけペロペロしてやる権利をやろう。忘れるなよ、絶対だからな。今度こそゼファーはずっと私と一緒に。
いつになく口数が少ないわね、ミリン。ベティちゃんこそ。ちょっとダメだね、私。家族なんだから手放しで祝福してあげるのが一番なのに。兄さんには今までもらったものが返しきれないほどあるんだから。こんな時こそなんだけど。というのは立てない、もしくは強がりとして。今だけは本音を口にしてみてもいいんじゃないかしら。ここは女の楽屋裏、聞いているのはお月様とアマテラスだけよ。うん、本音だよ、本当だよ。だってこの先もずっと兄さんとは家族でいられることには変わりないから。それ以上はねだるつもりもなかったの。兄さんを大事に思う私の気持ちと、兄さんが千歳さんを大事に思う気持ち、その二つが喧嘩をしたらきっと何もかもがダメになっちゃう。それだけは絶対に嫌だもん。本当に強い子ね、ミリーは。そういうペティちゃんも私と似たような気持ちなんじゃないのかな。ね、とても嬉しいわ。ゼファーがやっと自分の道を定めてくれた。彼はもう立ち止まらないし迷わない。そして私も必要ない。それは祝福されるべき、とても素晴らしいことよ。だからそれで、あなたの本音はどうなのかしら。サヤさん？あなた方を護衛するようお姉様直々の密命を受けていますので。それよりも本音とははて何のことでしょう。私には皆目さっぱりわかりませんが、ええ、何も。あなた自分で思うよりもだいぶ素直な性格ね。お姉様を取られて昇進だと思い切り顔に書いてあるわよ。振られ同盟同士、その辺遠慮なく話してみてちょうだい。そんなものに加入した覚えはありませんので。それと護衛中の隠密に声をかけないでくださいまし。ただ五臓六腑が似合いますものの。お姉様が幸せそうなのは悔しい反面嬉しいですわ。相手がよりにもよってあの男かということが実に殺意をたぎらせますけど。こんなことならもう少し私も積極的になるべきでしたわ。もしかしてそれって。どうやら先に声をかけておいて正解だったよね。でなければあなたも彼らの後を追っていたでしょうから。ダメよ、
引きなさい。遅い。静かに眠りなさい。それが貴様の直に触れてみるならば、なるほど、忌まわしき力だ。なるほど、成長も頃合い。カーネージのことは残念だったが、これによって我らの悲願は成就する。主の所望だ。来るがいい。逃げも隠れもしないわ。これは私たちの問題だから、星の決着は人とは別につけましょう。彼らを邪魔するべきじゃない。ありがとう、ミリ。あなたに会えてよかったわ。願うくばいつまでもあの子の家族でいてあげて。